ご視聴ありがとうございます。今回はレーズンサンドの作り方を撮影しました。レーズンはホワイトリカーで漬けたものを使いましたが、ラム酒など自分の好きなお酒を使っても作れるので、よかったら作ってみてください。